1点リードのオリックスは5回、キャプテンの糸井。追加点を取れてよかったと6号ツーラン。3連勝に向けチームの願いを乗せた特大アーチで3点差とします。ところが今年のオリックスはリードを守りきれません。和田の今シーズン第1号ツーランで1点差とされると、8回同点に追いつかれてなおもピンチの場面。なんとバッテリーエラーでこれが決勝点。鬼滅のオリックス、今シーズン20回目の逆転負けです。